マスターです。聖書メッセージの時間となりました。感謝いたします。このでは、初めにお祈りいたします。はい。では、お祈りいたします。天の父の神様、この聖書メッセージの始めから終わりまで導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。ポケットの中にマスクがありましたですね。この えー、まだまだ、えー、コロナは収まっていませんけど、えーまあ、この一室、えー、で、えー、私の、まあ、この団地の一室で撮っています。感謝いたします。えー、今日は日曜日ですね。えー、牧師先生から、あーまあ、パールについて、えー、いろんな視点、クリスチャンの視点から、また、えー、また世間の視点から、あ パーロは成功したのか失敗したのかということで改めて問いが投げ,投げかけられましたけど私もハッとして、えーまあ、すごいその視点だなということで毎日、えー、この御言葉に接していますけど、えー、この神様が召された牧師先生ですね、えー、日々祈りまたもう20年30年40年50年、えー 神様の感謝いたしますえー、まあ、お行きがな長くなりましたけど、今日はこの最初の、主役聖書のユダの手紙ですね、えー。前回がヨハネの手紙の3でしたので、えー、なかなか、うんえー、毎週、えー、日曜日、えー、週間撮りしてますね。えー、もう大変ですね。えーまあ、YouTube 始めて、えー、チャレンジしていますけど、 何回もくじくそになってもう諦めようかと思いましたけど大変ですねはいこの神様に栄光と誉まれを期していきたいと思いますえ長い間気がなくなりましたけどではいきます最初にお祈りいたします天の父ちな神様御言葉を拝いたします 私の永遠の命望みですね感謝いたしますこの御言葉の時の御言葉も触れますけど私の思いじゃなくて御霊によって導いてください感謝してイエス様のお名前によってお願いいたしますア日曜日まだ少し朝の礼拝の印象が残っていますけどそれはさておいて <laughs> お読みいたしますユダの手紙イエス・キリストの下辺でありヤコブの兄弟であるユダからえ父親の神にあって愛されイエス・キリストのために守られている召された方々へ <laughs> どうかウれみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように愛する人々私はあなた方に 私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが生徒にひとたび伝えられたあ信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じましたというのはある人々が密かに忍び込んできたからです彼はこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で不経験なものであり 私の神の恵みを法獣に変えて私の唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです <laughs> あなた方は全てのことをすっかりしているにしても私はあなた方に思い出せ,せたいことがあるのですそれは主が民をエジプトの地から救い出し次に信じな人々を滅ぼされたということです また主は,ご自分主は自分の領域を守らず自分のおるべきところを捨てた見使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました <laughs> またソドムゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり不自然な,自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて 見せしめにされています。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり肉体を汚し権威あるものを軽んじ逆へあるものをそしています。見つかいの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ争った時あえて相手を罵り裁くようなことをせず主があなたを戒めてくださるようにと言いました。 しかし、えー、この人たちは自分には理解もできないことをそしり、分け前のない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。<laughs> ああ、彼らは会の道を行き、利益のためにバラクの迷いに落ち、コラのように背いて滅びました。えー、彼らはあなた方の愛さんの趣味です。恐れげ,恐れげもなく、ともに縁を張りますが、 自分だけで養っているものであり風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない彼に彼でて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き出させる海の荒波、さまよう星です。真っ暗な闇が彼のために永遠に用意されています。アダムから7代目の絵の雲、彼らについて予言してこう言っています。 身を主は千万の生徒を引き連れてこられるすべての者に裁きを行い不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切とまた神を恐れない人々どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである彼らは仏々いうもの不平を鳴らすもので自分の欲望のままに歩んでいますその口は大きなことを言い利益の ためめにれて人を褒めるのです <laughs> 愛する人々よ、私の主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。あ彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不景気な欲望のために、えー、振る舞う、あざけるどもが現れる。この人たちは未完はもたらす、分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。しかしか する人々よあなた方は自分の持っている最も最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ精霊によって祈り神の愛のうちに自分自身を保ち永遠の命に至らせる私の主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさい疑いを抱く人々を憐れみ火の中からつか、えー、み出して救い、えー、またある人々を恐れを感じながら憐れみ 肉によって怪我されたその下,下着さえも意味嫌いなさいあなた方をつまずか。あなた方をつまずかないように守ること,はできることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の見舞いに立たせることのできる方に、すなわちお孵の救い主である唯一の神に栄光尊厳、支配、権威、お孵の主イエス,キリストを通して、栄の先にも今もまたよいおかげりなく、 ありますようにあメン <laughs> え感謝いたしますえこのユダの手紙、えー、感謝いたしますこのま1十一節うーまこのまあえて沈黙するならば神の愛のうちに自分自身を保ち永遠の命に至らせる私の主イエス・キリストのあれみを待ち望みなさいえこのユダの手紙この その当時から、えー、こちに4節がありますね。この、というのはある人々が、ひそかに、えー、忍び込んできたからです。えー、彼らはこのような裁きに、遭うと昔から、前もって、記されている人々で、えー、不敬虔なものであり、えー、私の、神の恵みを報じに書いて、私たちの、えー、唯一、の支配者である主、主主である、イエス・キリスト、を否定する人たちです。またこのように、 まあ18節にも、えー、彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には、えー、自分の不経験な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。この人たちは、えー、御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間です。まあこの、えーまあ、現代においても。 この聖書を用いてまた聖書にいろいろと加えたりして違う推しまた完全にイエス・キリストを神としない考えを持ったあらゆる考えのある今また社会問題になっていますねこういうことを覚えさせられますけど今日まああえてこのいつもこのことを覚えられます ことにおいて、まあ、厳しいこの,、うん、この聖書に、えー、使った、まあ、キリスト教とそうするう中で、えー、このイエスキリストを否定したり先ほども言いましたけど他の自分の教えを教室とする考えですね、はいえー、このような現代にあって、えー、私たちの歩むべき、えー、ものはこの 特に、えーこのをまあ、ユダの手紙から、ニ、え、セ、ーえー、節からこれを、えー、肝に銘じていきたいと思います。しかし、えー、愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も良い、清い信仰の上に自分自身を築き上げ、精霊によって祈り神の、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる。 私の主イエスキリストのあれみを待ち望みなさい。疑いを抱く人々をあれみ火の中からつかみ、つかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら、あれみ肉によってけがされた、その下着さえも忌み嫌いなさい。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして、大きな喜びを持って栄光の見舞いに立たせることのできる方に、すなわち、 私たちの救い主であり唯一の神に栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたよいおかげでなくありますようにアーメン <laughs> 感謝いたします、えー、今日は、まあ、日曜日ですけど、えー、もう9時を回りましたけど朝の礼拝において、えー、牧師先生から私たちの信じるところの永遠都ですね、えー、この天国を まあそういう,う漠然とした考えじゃなくて、実際に存在する、えー、復活されたイエス様、小さな神様が、イエス様が、小さな神の右の座に対して祈っております。私たちは、この口で永遠に生きることを、ただ天国、呆然ではなくて、えーその、改めて信じるということを、えー、チャレンジを受けました。感謝いたします。 えー、この礼拝席、えー、を振り返ってではないですけど、えー、このことを覚えますこの私たちがこの、えー、三位一体の神ですね、えー、この父なる神様子なるイエス様聖霊なる神様この三位一体の神様この福音ですね、えー、この聖書が一貫としている救い主イエス・キリスト、えー、この方はあ来られました。 諸女マリオを通してこの世に来られて33年間愛、えー、をして私のため罪、えー、全十字の救いのためにこの罪のない方がこの永遠の命イエス様がこの十字架でトイトイを流して永遠に救い,救いを完成されました感謝いたします罪と死に勝利されましたそして、えー、墓に葬られて3日目に蘇りました 何ていう幸いこの、えー、ケパはじめ500人の方に現れてまた天に登るときまた来ると約束され、えー、精霊を終わったなと言われ精霊はご尽説に下りましたこの恵みまた来られますこの幸い恵みを感謝いたしますこの命、えー、信じる受け入れるイエス様を知るそして受け入れることを感謝いたします、えー、この特に 都ですね、天にある都を覚えます、こ、え、のー、この、このヨハネの黙示録ですね、えー、この、涙も、えー、嘆きもさ、さりもないという、えー、都について、こう書いてあります、えー、この、えー、この職のために書いてありますね、えー、この、えー、 この都には、えー、ヨハネの目視録の21章の23節を読みいたします。えー、都にはこれを照らす太陽も月もいらないというのは、えー、神の栄光が都を照らし、えー、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み知能たちはその栄光を携えて で都,に来る都の門は一日中決して閉じることがないそこにはあ夜,が夜がないからであるこうして、えー、人々は四国の民の栄光と誉れとそこに、えー、携えてくるそして、えー、このまたあこのヨハネの「黙示録21章の」の一節からあこの「 7節までをお見して、えー、まとめさせていきたいと思います。ヨハネの目白六二十章の1節から7節また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレム、夫のために、えー、飾られた花嫁のように整えられた神の妹を出て天から下ってくるのを見た。その時。 私は、水座から出る大きな声がこういうのを聞いた。水を神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと,と共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、ザについておられる方が言われた。 身を私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。また言われた。言葉は成就した。私はアルファであり、オメガであり、最初であり、最後であり、最初であり、最後であり。私は乾くものには、命の水の泉から与えなしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私のことなる。えー、感謝いたします。えーはい 今日のこのユダの手紙ですね、えー、ユダの手紙のこの読んで、えー、今日の、えー、しかしから読んで、もう最後となります、えー、何度もお読みいたしますけど、ユダの手紙、えー、二次節から、しかし、 愛する人々よ、あなた方は、自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、精霊によって祈り、神の愛のうち、自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私の主イエス・キリストのある意味を待ち望みなさい。疑いを抱く人々をあれみ火の中からつかみ出して救い、またある人々を。 恐れを感じながらあれみ、憎みをってけがされたその下着さえも意味嫌いなさい。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って、栄光の御前にさせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光尊厳、慈愛、権威が私たちの主イエスキリストを通して、永遠の先にも、今も、また、よよ限りなくありますように。アーメン 感謝いたします、えー、改めてこの、うん、今日礼拝において牧師先生からこの天国都を漠然とじゃなくてこの三言葉を通して改めて受け取る信じる幸いを確認させられた礼拝、えー、聖書メッセージでした感謝いたします、えー、この、ね、ちょっとあまあお恥ずかしいお話ですけど えー、この聖書メッセージ、私の思い、私の考えじゃなくて、えー、神様が何を持ってやるか、この聖書、御言葉を感謝していきたいと思います。えー、この御言葉、エスキリストの恵み、福音、永遠にある際は、えー、罪と死に処理された、イエス様、この恵みにかってほしいと願うものです。では、最後にお祈りいたします、天の父な神様、まだまだ不純なものですけど、えー、間違ったところ、また。 神様が正してください。栄光と誉れと賛美を期して、感謝して、イエス様のお名前によってお願いします。アーメン、感謝いたします。えー、マサートの聖書メッセージでした。えー、まだまだお恥ずかしいですけど、神様に栄光と誉れを期していきたいと思います。これマサートの YouTube チャンネル登録またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いたします。長くなりました。次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。マサートでした。シシパプャャラムシャラ,ムシャラム